キリンビールは6月11日2014年中元用ギフト商品一番搾りプレミアムの発売にちなみ、 CM キャラクターの役所広司さんを招き、一番搾りプレミアム誕生 CM 試写会を行いました。会場となったのは東京渋谷キリン一番搾りガーデン東京ブルワリーエクスペリエンスで、テレビ新聞などのマスコミが大勢詰めかけました。一番搾りプレミアムはブラウマイスター黒食い高政キリンビール滋賀工場醸造部長監修のもと、秋田県大雄産貝小金第一等品ホップを使用し、ギフト用として特別に製造されたビールで、華やかな香りが特徴。キリンビールマーケティング部田中俊弘部長は、ブラジルワールドカップなどでビールは好調に売れています。キリン一番搾り生ビールはおかげさまで前年実績を上回り、缶ビールは 10% 増と好調に推移していますと挨拶。一番搾りプレミアムについても、企業からのギフトセット予約状況は目標数の 1.5 倍に膨らんでいますと語りました。役所広司さんは、ビールはぐいぐい飲むタイプ、プレミアムは芳醇な味が強いのでよく味わって飲みたいと語り、 CM 撮影については、神奈川県で撮影したものの、当日は想像を超える強風、期待できる映像が撮れたのか心配になりましたが、おかげさまで大成功と苦労話に花を咲かせました。やっぱり特別のビールですからね、もう僕本当に一番搾りだけでもプレミアムなビールだと思ってましたけども、まあ、さらにプレミアムですからね、それはもう本当に贅沢なもんだと思います。お世話になった人ですね、それと意外にビールにうるさい友人たちにはぜひ送ってあげたい感じがします。ブラウマイスターの黒食い高政キリンビール滋賀工場醸造部長にお聞きしました。まず喉越しがこう飲みやすいんですよね、今回その極上の一番搾り麦汁としてですね、低温でですね、丁寧に搾ることによって、通常のよりも一番搾り麦汁よりも渋み雑味がさらに少なくなった、飲みやすい、しかしですね、旨味はたっぷりな麦汁が出来上がってますので、その分が飲みやすいと感じられると思います。コストもかけて、手間も暇もかけて、愛情もかけて作っております。今回リニューアルをして、今までの一番搾り以上にもともと美味しい、お客様から非常に味の評価が高い商品でございましたが、それを超えるようなうまさを実現できたということと、発売以来守り続けていたその一番搾り製法というものの意味とか価値をですね、今回、こちらのコンセプトショップさんも含めていろんな場面でお客様にお伝えしてきた、そのあたりが非常にお客様に重要されている理由じゃないかなというふうに分析しています。ご承知の通りワールドカップのシーズンになりますが、弊社は日本代表 のオフィシャルスポンサーをずっとやり続けておりますので、販売のチャンスとしてこれから盛り上げていきたいと思います。